まずこの戸部さんに一生してもらうっていうのが度胸書なんですよ、このまずマジっすか。会えずに踏み込んでいったのがまあいいコースだったです。そうですね、まあ、皆さんこんにちは、岸野戸部誠です。今日はですね、渡辺名人に来ていただいております。あ、こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先日放送になりました、第4回アベマトーナメント、チーム渡辺対、チーム斉藤の、将棋をですね、渡辺名人とそして、近藤七段と一緒に、チーム渡辺でですね、振り返っていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速当日のちょっとそのオーダーの決め方などについて、はい、ちょっと解説をしてもらえたらなと思うんですけど、はい、監督お願いします。はい、わかりました。まずですね、はい、チーム斉藤戦からやったと思うんですけど、はいはい、で、まずその何を大事にこう考えるかってことなんですけど、はい、まあ我々のチームのメンバーがね、はい、近藤誠也、はい、そうですね、で僕渡辺ね、はい、で戸辺私ですね、はい、はい、でいまして、はい、でまあこの近藤誠也と僕はもう何回も出てるんですよ、この大会に。そうですね、はい、で大体まあ今回の仕組みだと1人3局ずつ全員で 9局ですよね、はい、で1人じゃあ3局指した場合大体何勝が期待できるかって数値が大体分かってんの。上の2人は。ああ、なるほど。近藤誠也の場合は、はい、もう大体3局指した場合、まあ2勝から3勝はするだろうな。まあ前回のね、大会でも大活躍でしたからね、はい、これ A ランク、はい、A ランク、はい、野球みたいですね、はい、で僕の場合は3局指したら、はい、まあ1勝から2勝ぐらいで、これは B ランクね。謙虚じゃないですか。いやいや、まあ実際こんなもんなんです、はい、でこの A ランクは、はい、今回出場者がですね、3チーム、3人かける15チームでしょ。そうですね、はい、で45人いますよね。あ、はいはい、45人のうち A ランクに入る人はまあ5、6人。おー、 A ランクね、気になりますけどね、他の人もね、まあ、それ見てる人分かるでしょ、大体。そうですよね、はい、まあ、糸谷さんとかさ、はいはいはい、まあ、木村和樹さんとか菅井君とかね、はい、そういう、まあ、人気が集中するし、すごい勝つ、はい、まあ、大体 2,3 勝はする人は A ランク、これはまあ5、6人で、あとの人はまあ大体 B ランクなんですよ、ほぼの人は。あとの人は先生 B ランクなんですか。だって前回大会の実績的にも僕3勝はしてないもんね。シビアですね。まあ大体こんなもんなんですよね。で、まあ問題は戸部さんなんだけど、バレないんですよ。ああ、なるほど。出場したことないから。まあそうですね。はい。今回初出場ですから。まあ多分 A ってことはないんだけど、まあ多分 B か C のどっちかなんですね。優しいですね。で、わかんないじゃん。はいはい。で、まあ、この人はちょっとわかんないんですよ。はい、で、この辺大体まあこんなもんだろうなっていうのが大体わかってて、で、その、まあ今回の仕組みで、その9局指すんですけど、こうまずね、避けたいのが、はい、戸部さんが3発食っちゃうっていう展開を避けたいんですよ。あー、なるほどですね、はい、これなんでかっていうとね、うん、5敗したら負けなんですよ。あ、はい、ってことはね、1人が3発食うと残りの人は例えばこうバツバツとか、うん、またはこういう感じになって5敗になるわけ。はい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 、そうするともうこの人の最多敗が確定なんですよ、3敗しちゃうとね、はいはい、そうするともうこの人のせいで負けたっていうことになるんです。なるほど、はい、あ、そういうことですね、うん、そうするともうこの人が落ち込んじゃうから。あー、チーム戦ならではのというか心遣いがでね、はい、これがもしじゃあ1勝2敗だったら、あ、はい、どうなるかってことを考えると、1勝2敗だと誰かも2敗するんですよ。あー、はいはい、他の誰かが5敗するためには。なるほどですね。そうするとね、まあこの人のせいで負けたってことにはならないでしょ。まあみんなのせいで負けたよねっていうことになるってことで、はい、まずこの戸部さんに一勝してもらうっていうのが度胸書なんですよ、このまず。マジっすか。そんな緻密に考えられてたんですね。でね、はい、そのじゃあ戸部さんにどうやって一勝してもらうかってことを考えるんですけど、はいはい、でやっぱ戸部さんの棋譜とか調べるじゃん、はい、そうするとやっぱり先手番の勝率が高いんですよね。はあ、はい、先手番の勝率が高い、はい、でこれなんでかっていうと、はい、まあやっぱ攻め将棋だからでしょ。あ、まあそうですね、はい、攻め将棋だから行って早いから早、はい、うん、ね、ってなった時に、ね、うん、じゃあまあ最初ちょっととりあえず戸部さんに先手番で行ってもらおうっていうことになるんですよね。まあ
僕もね、近藤誠也もそんなにそこまで鮮度にこだわるタイプじゃないんで、まあじゃあとりあえずそういう作戦ってことになるんですけど、はい、はい、でじゃあ実際ね、いきますね、はい、オーダーを出すときに、1回戦の初戦のオーダーを出すときに鮮度が分かってないんですよ、はい、あ、なるほど、初戦、そうですね、初戦、はあ、振り駒ですね、はい、だいたいこう鮮度発表してからそれでは運命の振り駒に参りましょうとか言ってるでしょ、はい、うん、あ、まあそれも注目ですからね、そうね、だから鮮度未定の段階で出さなきゃいけないんですよ、オーダーを。だからちょっと初戦戸辺さん行きづらい意味があって、なるほどね、先手番が、戸辺さん分かんないし先手番欲しいからね、そう欲しい、はい、で分かんないから、はい、最初ここ近藤誠也にしても行ったんでね、そうですね、近藤さんに行ってもらいましたね、やっぱり勝率も高いし、はい、戦後どっちでもね、いけるし、はい、うん、で、相手は、斉藤慎太郎さんだったり、そうですね、はい、で、初戦は結局向こうが先番になったんですよね、で、まあこれが決まると、うん、その戦後が全部決まるんですよね、1回戦の先手が決まるとこう戦ってなって交代でやっていきますよね、はいはい、で、こうなっていくわけですよ。すいません、渡辺先生、渡辺先生、あの当日のね、あのスコアボード、あれさ、みんな他のチーム書いてないけどさ、はい、書いた方がいいよね、分かりやすいですもんね、うん、だって、こう見ながらさ、はい、で、僕らのね、ボードさ、ちょっと写真あるかどうか分かんないけどさ、はいはい、あのこうね、書いてあるじゃん、渡辺かけるさんみたいな、そう、残ってる 木の数がね、何人残生きてるかっていうのが残ってて、何人あるかみたいな、近藤かける1位みたいな、相手も全部書いてあるんですよ、そうなんですよ、誰々があと何人みたいなね、はい、そうなんですよ、書いてあって、はい、あれ結構みんな書いてないけど、あれどうやってんのかね、その場で適当に決めてんのかね、そうですね、まあ、まあ3人だからまあ分かるのかね、分かる、いや分かんないと思いますよ、うん、まあ分かる人と分かんない人いますよね、絶対ね、で、1回戦、はい、じゃあまずこの将棋の解説を、そうですね、はい、この将棋をじゃあ近藤七段にね、解説してもらいたいと思います、よろしくお願いします。はい、ということでここからはですね、近藤誠也七段に解説パートに加わってもらおうと思います。近藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ大事な初戦ということで、そうなんですよね、あの1局目ということで、僕は結構1局目を任されることが多くてですね、はいはい、まあ、最初の方非常に緊張していたこともあったんですけど、うん、まあ、そういうちょっと経験を生かして、まあ少しずつ慣れてきてるところは頼もしいですね、はい、やっぱり結構初戦って非常に重要なんですよ、やっぱり、チームの士気も変わりますし、だって勝ち負けで全然ね違いますよね、ということで、そんな中初戦で、まあ相手も強敵ね、はい、斉藤八段戦ということで、局面中盤です、そうですね、はい、居飛車の力戦の将棋になって非常に難しい局面でしたね。どうですか、この辺りまではあの思った通りの展開だったんですか。いや、斉藤さんが角換わりを目指されて、はい、僕の作戦としてはその角換わりを受けるのはちょっとやっぱ後手番ですし、ということで力戦ちょっと、そうですよね、角道を開けるのが遅かったですね、そうですね、ちょっと金とか金とか変化球模様な感じの将棋にして、うん、力戦の将棋で行こうっていう作戦だったんですけど、体にか、そうですね、この角とか桂とかを、はい、うまく組み合わせて、そうですね、なんかちょっとペースをつかみつつあるのかなという気はしました、ね、はい、しっかり王様を囲ってから、まあ、先手は玉なので、まあ、果敢に攻めていければっていうところですね。いや、近藤さんの将棋なんか王様は結構しっかりめなことが多いですよね。まあ硬い方がやっぱり早指し戦は特に、うん、勝ちやすいんで、うん、だからここもね、さりげなくこっちへ意欲のままだかをして、そうですね、ね、近藤さんの方王様はちょっと深めに、まあ、斉藤さんはこうバランスを意識された構えですけど、うんうんうん、まあ、僕はがっちり囲ってっていう、うん、なんかそういう局面にこう出てますね。はい、で、ここから次の手は結構局面を大きく動かす一手でしたね、はい、5二飛車と回って、そうですね、中央に飛車を回って、まあ、角取りと同時に5筋にこう直通してくるので非常に後手としてはやりたい手でしたね。確かにこれ逃げにくいですね、なんかそうですね、こことかだともうどこ逃げてもそうなんか6号桂とか飛ぶ筋もありますし、ここにね殺到してくるんですね。そうなんですよね、ここもちょっと逃げにくいですか。まあこれも角交換してしまって、はい、で同銀で次の手結構厳しいですよね。歩ですね、はい、こういう感じで5六歩って打ちまして取ると、
なるほど。これも中飛車の手筋みたいな感じですね。どんどん攻めが続いていきますので。うん、確かに。こういう感じになれば自信ありましたね。うんうんうん、ということで実戦はここから実戦は、まあ、そうはしてこなかったんですよね。斉藤さんの方も過激に、はい、激しくなりましたね。踏み込まれましたね。はい、実戦は7三角成と。いや、ちょっと驚きましたね。はい、あ、そうですよね。いや、なんか駒損の攻めなのでちょっと斉藤さんとしてはあまりこういう展開は好まれないのかなと思ってたんですけど、なんかもうちょっとなんか慎重というか丁寧なね、うん、感じのイメージもありましたけどね。ちょっとこう駒が引いてしまうのではやっぱ攻められて自信がなかったっていう判断だったと思いますね。確かに、まあこの辺りはね、早指しでした。勢いもね、はい、ありますもんね。引いて、同角、まあ、駒損なんですけどこの手が狙いの一着ですよね。確かに結構嫌ですよね。これ金取れちゃいますもんね。飛車金取りで普通に逃げるとなんか、はい、まあ金取って同玉で、まあこういう鋭い手もあって2三飛車成が必ず実現できます。これは危ないですね。これはちょっと嫌ですよね。いや、だからこの打たれた瞬間、あれちょっとやばいかって一瞬思った、ドキッとしたんですよ。はい、ちなみに控え室では形勢判断はどういった感じだったんですか。なんかこう角がこう来た時でこう開いたあたりは、はい、なんかあんちょっとやばいかあれれみたいな感じだったんですけど、はい、そこからなんかこううまくこうついて桂馬跳ねてやって、そうなんですよ。ちょっと序盤は怪しいところもあったんですけど、その瞬間は渡辺さんが、いやさすがだねみたいな感じで、で気づいたらなんかペース握れて、あ、これ、うん、おいいぞいいぞみたいな感じで、はい、そういう感じだったんです、うん、まあちょっとこの局面も少しいいだろうっていう判断はしたものの、はい、結構その先手玉も威力とはいえまだ金銀しっかりいて、そうですね、優勢に持っていくまでは結構大変なので、っていう意味でそう手もそんなに見えなかったんですよね。うん、自然に行こうっていう感じでしたね。いやでもいいまとめ方だったですね。はい、先5一飛車と、そうですね、ここに引くのがポイントですね。 で3二桂成に取って、はい、で同玉同玉で、まあ、この時に5一の飛車がですね、はい、こう引いてますので2一銀っていう筋ができなくなってます。これが打てないと途端にね、はい、急所がつかみにくい将棋になりますよね。そうですね、はい、で、攻めがないので6八玉と1回立て直しました、はい、そしてこれはなかなかやっぱ参考になるというか覚えてほしい手ですね。5二金と金がちょっとね弱いので、そうですね、まあ角銀桂持ってすぐに攻める順もあったかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっと4四桂打たれたりとか、いろいろ玉も薄いので、確かにこう跳ねてったりするとなんか打たれたりして、ね、必ず桂の反撃が残っちゃうんで、なるほど、まあこういうのは力貯めた方がいいかなっていう感じですね。5二金と上がり、そして7七桂と、はい、桂馬の活用しました。で4三、はい、ね、これ自慢の構想ですよね。いやもうこれ一安心ですよね。うん、やっぱり2枚さっきまで銀1枚で心細かったですけども、うん、来まして、で、まあ、こちらもちょっと動かす駒が、はい、少ないということで、攻めました、はい、歩4歩同角で6二金と言って、はい、まあ、絡んでいった感じですね。そうですね。で、真ん中にこだわらずに8一飛車と転換しまして、はい、6三金と6三金と取って角にねプレッシャーをかけました。そうですね。どうでしょうこのあたりは。いやこの時覚えてるのが、はい、残り時間に結構余裕があったんですよね。はい、はい、で斉藤さんは残り1分切っていたと思うんですけど、結構僕の方は時間を残していて、結構局面として優勢に持っていけそうというふうに考えていったので、どうやって攻めていこうかなっていうのを頭に入れてました。あの次の手はちょっと思い切った手で。そうですね、まあ、角逃げるっていうのが普通なんですけど、はい、ただここに逃げるとこういう感じでね、はい、追われてしまいますし、ちょっと5号もなんか中途半端な位置で、そうですね、またなんかどこかで狙われたりとかもあるので、はい、いやもうここはもう角をですね、逃げずに踏み込んでいったのが、まあ、いい構想だったと、まあ、ですね、思います。8六歩と、つきまして。いや、なんか、ここだったかこの後だったか、はい、ちょっと覚えてないんですけど、はい、いや、渡辺名人も、いや、さすがの組み立てだねって、やっぱり、うなってましたよね。いや、でもそうなんですね。優勢に持っていくまで結構大変なんで、いや、そういうのがいい構想が見えるかどうかっていうのは運もあると思うんですけど、まあ、我ながら
この手順うまくいったかなと思います、ね、時間短い中でね、はい、で角を取ると歩成りが厳しいので、はい、ここは取るしかないんですけども、ね、これによってこれで取られそうだった角が逃げれると、はい、なかなかいやまあなんか次の一手とかで見せられて時間があればできそうですけど、はい、この流れの中でね、うん、こうやってパッパッと処理できるっていうのはさすがですね。そうですね、これでちょっと後手もだいぶ楽になりましたからね、うん、角がちょっとこれが空を切ったような感じですかね、はい、で実戦は、8七歩と打ちまして、まあ、9五角、はい、で9六歩と追いましたけど、はい、8四角と回ってきて、ね、今度6六歩が度急所になりますからね。そうですね、ここにこう次後手から打てるともうここに打っていくだけでいいから楽ですよね、はい、そうですね。なので6六歩と、受けました、はい、でまたちょっと急所が見えにくくなったようにも見えたんですけれども、はい、これ雁木みたいなね形で非常にね、はい、隙がないですもんね。いや結構硬いんですよね雁木って、うん、確かに。だからどこから攻略していくのかが、うん、難しかったですけど歩を使ってね、はい、うまく5六歩と打ちまして、同歩はちょっと取りにくいですかね。そうですね、やはりここのラインが空くので、うんうん、叩いたりなんか叩く筋とかそういう筋ですね、まあ、この辺絡めたりこの辺絡めたりとかですね、うん、桂馬も跳ねやすくなりますし。なるほど。で実戦は同銀と、はい、取ったんです。同銀で、まあ、ちょっと形を乱して確かに歩1枚の効果でちょっと連結が悪くなりましたね。いや結構我ながらうまく指してますね。いやめちゃめちゃそうですよ、うん、なんか改めて見てね。そうですね、久しぶりにこう振り返るんですけどなあ、なるほどなるほど、結構ここまではいい感じですね、うん、いい感じですか。自分うまくやってます。うまくやってますよしよしと、うん、で、7五歩と、はい、そうです、これが狙いです。うん、系統を弱くしてからの、なるほど、五歩ですね。左から、こう中央から行くと見せて銀読んでから系統行くって、はい、やっぱ系統薄いですもんね。で、もうこれ取ってる暇がないと、取ると歩を打たれちゃいますので、はい、8五銀と、まあ、打ちました。角取りにアタックしながら、はい、まあ、ちょっと系統をこうケアしてたということですね。角が逃げてくれればここはケアできてるから、はい、ってことですね。そしていや踏み込みいいですね。まあそうですね、ここはもう、まあ、逃げる手ももちろんあるんですけど、まあ、チャンスということで踏み込みましたね、うん、7六歩と踏み込みまして、でこちらもまあ取ってるようではちょっと後手を引いて、はい、勝負どころなくなってしまうということで実戦は1四銀と取りまして、取っていって、7七歩成り、はい、で同金と、はい、そして8四飛車ですね、はい、銀を取りました。どうですかこの辺りは。いやこの辺りも、はい、やはり持ち時間を結構残すことを意識していて、まあ、形勢も後手が優勢ですし、はい、時間もあるので結構安心してさせてたと思いますね。やっぱり時間って大事なんですね。いやそうなんですよ、終盤こう優勢でも分かんない時ありますから、はい、そういう時時間残ってると近藤さんでも分かんないことあるんですね。いやそれ結構ありますね。アビマトーナメントは毎回出場させていただいてるんですけど、うん、結構終盤逆転負けが多くて、あそうですか、それが悔しかったんですよね。あ時間残そうと思って。なるほどね、近藤さんでも時間がやっぱなくなって焦る展開になると、うん、そうなんですよね、嫌だと、はい、いうことですね。で実戦は、5二金と、はい、次4一角が、はい、相当厳しいので、もう詰めろ級のね角打ちぐらいですね、はい、これだけは食らっていけないですね、はい、いや結構受けにくく見えましたけど落ち着いてましたね。歩を使って受けたんですね、はい、4一歩と受けました。この将棋は本当歩の使い方がね、うん、確かに結構いい、ね、しっかり攻めるときは攻めて、うん、受けるときは受けて、角打ち受けながら、あとここの角打ちとかもこうね、硬く確かになってますよね。とにかくそうですね、まあこれで自陣を引き締めようって手です、はい、で実戦は2四歩と、はい、次歩していきました。同歩、はい、まあ先手は2筋からこう相をつけていく感じですかね、はい、取れば垂らすような感じですね、はい、そして実戦は踏み込んで7六歩と打っていきました。これ急所なんですね。そうですね、これ同金8七飛車成がありますので、うん、なるほど、で逃げてもまあ銀打ち込むような感じでやっていく感じですかね、もありますし、はい、はい、まあ逃げていてはちょっと先手としても難しいということで、まあ、取り込んで勝負ときました。そして7七歩と、はい、この金が取れてだいぶ楽になってきましたか。ここでそうですね、
まあ詰むわけじゃないんですけど、はい、まあ勝ち筋のプランっていうのは見えてきた感じですね。玉の近くのね、要の金を取ることができたので、はい、そうですね、5九玉と逃げまして、ただ詰めろなんですよね。そうです、これ2三歩成から詰めろですので、いや結構焦ってしまう、これは受けないといけないんですけど、はい、いや受け方当然間違えたら一気に逆転とかしますんで、まあ慎重に行きましたね。はい、実戦は1回叩いたんですね。はい、1回叩きました。2七歩と叩きまして、同飛車、はい、で、2二歩と。そうですね、なるほど、ここへ一発叩くことによってここに空間、3八銀を狙ってるんですよね。ははははこれが確かに、そうか、ここだとちょっと急所が、いや、なんか意外とこう逃げられてすぐには捕まんないんですけど、確かに居飛車ってこの位置位置だから、そうなんですよね、ちょっと浮かしてあげて次にこれ出ればね、銀打って金打ちみたいな分かりやすい詰めが続きますので、はいはいはい、そういうことですね、はい、で実戦叩いて叩いて受けて、で、2三角ですか、ね、はい、2三角と一回打ちました。いや、これも当然油断ならない手で道具は道具なりでも詰んじゃいます、取りたくなっちゃいますけどね、はい、実戦は、2一玉と、ね、ここに引くのが、うん、まあ安全です、大切なところですね、はい、こう取ってきたら同金で硬いと、ね、怖く見えますがギリギリ、はい、持ち駒がないので、うん、これで勝ちになったかなと思いました、ね、なるほどですね、出ました勝ち宣言確かに駒は拾えないですもんね。そうですね、はい、で実戦は4八玉となったんですが、はい、さあ次の手、いや結構解説が青島さんだったんですけど、はいはいはい、あ仲のいい青島さん、6三、まあ次の手はですね、うん、結構辛すぎるって言われました、ね、ああ、もう、まあ、いくつか決め方はあるんですけど、はい、まあ、よりもう慎重に負けないようにいったのが次の手です。6三角ですよね、はい、そうか、親友の青島さんが辛すぎると。そうですね、解説者だったんですけど、うん、まあ、確かに辛いんですけど、うん、いやこれぐらいしっかりやって勝った方が、まあ、万が一ないように。そうですよね、なんか思ってました。華麗に行ってね、はい、間違えちゃってもいけないですし、ね、そうですね、なんか一昔前だとこういうの友達をなくしてっていうですけどね。確かに、でも結構これが分かりやすいのかなっていうふうに対局中は思ってました、ね、いや視野広いですね、うん、確かにこれ取っちゃえばもう切れる。そうですね、ってことですね。そして実戦はこの角打ちで、投了ということですね、はい、で、近藤七段が勝ち切ったと、はい、いうことですね。どうですか、一局、うまく指してます。結構中盤でその難しい時に、はい、比較的決断よく指せたんですよね、うん、で割と歩をうまく使って、うん、指し進めることができて。印象に残っている手はありますか？いや、やっぱりその角取り見捨てて8六歩の構想ですかね。あ、これね、はい、この取られそうった角がここにワープしたのすごい大きかったですね。そこで結構その角こっち逃げたりとか中途半端なことやると差が縮まってしまうんですけど、あそこで勢いよく踏み込めたのが勝着だったんじゃないでしょうか。ということで、1局目は会心のね、差し回しで、はい、チーム渡辺にね、見事1勝目を取らせました。いや、大きかったと思います。いや、勢いがね、来、はい、ましたね。これでね、解説ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで1回戦はですね、近藤七段の、勝ちとなりました。はい、幸先のいい1勝ということで、うん、まあこれ大きいですよね、はい、相手の大将を破ってたからね。そうですね、まあ 1.5 勝負分ぐらいの価値はねありますよね、はい、内容もいいですし良かったですしね。そう、内容がいいんだよね。そうですね、なんか勝つ時のなんか美しさというか、うん、なんかこうストレートがビャンと走るようなね、まあ快勝なんだよね大体は。まあさすが A ランク、さすがね本当ですねエース、やっぱ A ランクがチームに一人いるとねすごい楽なんですよ。なるほど、組み立てやすくなるからね。読めますもんね。そうそうそう、はい、で、戦勝ということで、まあ2回戦先番なんで、はい、まあ、ここ戸部さんっていうのはまあ予定ですかね。そうですよね、はい、で相手が、うん、隣さん。いやもうめちゃめちゃ緊張しましたねいやなんででしょうね。いやまあでもみんな1回目はそうなのよ、ね、やっぱね。先生どうだったですか。初めて最初はね個人戦出たんですよ、だから別になんかまあ、全然、うん、多分なんか団体戦の方が緊張するみたいだね、みんな。
なんか初めての人は。そうですね。なんか独特じゃないですか。うん、始まる前のまあインタビューもあったり、まあカメラがこうね、うん、撮ってきて、いきなりね、うん、始まるしね。あ、そう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 。しかもなんか普通結構こう並べてから息整えてって、なんかこうもう並んだ状態で、確かに、はい始めますみたいな感じだから、うん、ちょっとそこがやっぱり慣れるまで時間かかりました、ね。うん、まあ初めての会場だしね、そもそも。そうですね。セットはね。じゃあその将棋を解説してもらいましょう。はい。はい、ということでですね、下の先手が私ですね。で上後手が、都成七段ということで、はい、居飛車対振り飛車の将棋なんですけど、はい、どうですか、パッと見。いやー、まあちょっとこれ組み上がりぐらいですけどね。はい。まあやっぱちょっと端が詰められてるのが気になりますよね。ああ、ね、王様に近いもんね。うん、まあこれ序盤で最初に詰められたんですけど。はい。なんか詰められたらちょっと穴熊にしてほしかったなっていうか、組み替えるチャンスあったんだよね、いっぱい。ありました、ありました、うん、踏めたですよ。で、もともとがまあいろいろ駆け引きとかもあったんですけど、うん、端を取らせてる間にこの左側ね、うん、飛車角桂でさばいていこうと思ってたんですよ。ところがなんか全然動けなくなってしまって、はいはい、ちょっと自重に次ぐ自重で。そうなんですよ。で、まあでも、まあ、簡単に負けるわけにいかないから、うん、組み替えて、まあ、苦心の末固めて、うん、まあ、自分から負けないようにっていうね感じでやってたんです。やってて、はい、でここからどうだったんですか、はい、今5人飛車、5人飛車と回りまして、まあ飛車が成られちゃうといけないんで、はい、5六歩と止めて、はい、で6四角ですね、ここで、はい、で4五歩と取りましたね、はい、でまあ桂馬が飛んでくれば銀を上がって、はい、まあこれはちょっと反撃がね、そうですね、5五銀と出るような感じで手に乗ってグイグイ行こうかなと思ったんですけど、はい、いやー、いい手が一発きましたね、はい、歩の手筋7、これは痛いね、はい、次成られたら終わりだから取るしかないです、はい、これやばいですよね、やばい、これ成られたらやばい。しかしね、こういう手うっかりしてるとかもう考えられないですよね、うん、まあもう一目だもんね、プロは、はい、で同金取ったんです。そうです、なんかもうこれも見たことないもん、まあ、形が、しょうがないけどね。で桂馬も跳ねて、はい、で両取りと、はい、で、なんとかさばこうと6五桂、はい、だここはそう、ここはね、はい、控え室では、はい、まあ、4六金と上がってどうかって言ってたんですよ、はい、でまあ取るじゃん、銀取りますね、で同角 で、 そうです、ね、でまあ銀打つでしょ、はい、飛車が死ぬんですけど、はい、で飛車を取らせてる間に5五桂と反撃して、お、いいじゃないですか、はあ、でまあもし次こう金が取れれば結構痛いんですよ。でもし、ね、もし同角なら、はい、同金、7六銀なり、で4四歩と打って、これむしろいやいや、まあ負けだけど、負けだけど、はい、まあまあまだ一応チャンスはあると思って、ね、まあこれ端が互角なら確かにワンチャン、まあこうだから実際全然ダメだけど、うん、でも全然わかんないですよね、わかんないんですよ、一社だったら。そう、って言ってたんですけど、もうなんかね、全然手見えてないんですよ、もう、はい、で実戦は、はい、桂馬跳ねたんですね、6五桂跳ねたんですね、はい、いやなんとかこの金取ってくれれば、はいはい、まあ、こう取ってくれればね、はい、同角と取って、はい、次こう6六角、そうなんです、こことここが狙えるから、はい、で5五桂もあるしとか思ってたんですけど、うんうんうん、全然違いますね。で、5四金と、ね、はい、取られて、これ桂取りですね。そうなんですよ、はい、でまあここでもまだなんかまあわかんないですけど、まあ、こうやるとか、うん、そうでしょう、なんかやればよかったんですけど、まあこうやるしかないよね、ほぼ手としては。そうですよいやだってさ、これ先手が勝つ、はい、勝つ、まあ先手が不利なんだけど、勝つとしたら、はい、まあ6六飛車と寄って、はい、まあ、もし7五角とね出てきたとして、はい、でこう4六金と上がって、うん、まあ、例えば3七桂なり、はい、同桂とかになって、でこう取ってってことですね。そう、こう取って、もし飛車を取ってきたら同角と取って、はい、これがちょっと王手でね、はい、まあこういう感じだったらもしかして勝つ可能性が確かにあるかもしれない、はい、まあ、勝てないけど多分、はい、まあ、まだだからこれなんだ、まだ可能性が何パーセントかあるところ、何パーセントかあるんだよね、はい、3分かな、あ、そうですね、はい、お、もう歩打ってんですかね、はい、本譜は次の手でもう勝ち目が1ミリもなくなりました。あ、なんでこんな手指したんですかね。この6六歩、はい、この手がじゃあなぜ悪いか、はい、はい、なぜ悪いかって言うと、いや桂馬跳ねた時って角をここに出してこうって考えてるわけですよ、飛車を動き通して、そう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 、それをもう数手後には忘れて、うん、ここ守るためだけに打ってるんですよ、打ってるんですよ、てかもう全然読みてないんですよ、これもうだって飛車が今日何これ何これ飛車がもう全然、ね、って縦にも横にも効かないっていう、いやー強者以下の駒になってますねえ、これはもう
さすがにひどいよね。これは私の、本当に私の将棋なんでしょうかっていうぐらい。で、以下5七桂成、同角、金を4五金と。後手はもうこれ絶好調でしょう。飛車と角と金一気にこう襲いかかっていてね。これだっていない方がいい駒になっちゃいました、ね。本当ですよ。いなければまだこう、通ってるから、戦えるんですけど、これいるからもう、飛車も角も全部動かなくなっちゃって。ということで、もうこれは…まあ、以下どうだったのか知らないけど、いや、これがまたひどいんですよ。もう俺この後見てないもんだって。あ、本当ですか。この後もうこの将棋見てないから、控え室にいたけど。いやもうね、ちょっとひどすぎて、終わった後並べたんですけど、並ばなくてですね、うん、どうだったんだろうね、これ。この後だって20手くらい指してたよね、なんか知らないけど。よく20手指せましたね。もう俺逆に見てない、合計また取られそうな系よ。でまた逃げられた。逃げるでしょ。逃げてこれ全部取られちゃうじゃん、金じゃない。で、まあ、ついたんですよ、多分。で、こう、で出てこう全部取られて。まあ、2とかいたわ。いや、いっぱい、まあ、叩いたのかな。叩いて。で、飛車を、まあ、どっか逃げられて。で、この辺からもう。取ったのこれ。あと、全部取られてるから、もう。いや、これひどいんですよ。ねえ、差し方ない。でもこれ全部取られてるもんね。もう逃げられてもひどいし。もう以下はちょっと不明ですね、これは。もうボロボロになっちゃって、はい。いや、もうこれひどかったです ね。ちょっともう、私はもうこの将棋はもう、なんて言ったらいいんですかね。本当にもう、途中から多分真っ白でした。うん、そうでしょうね。うん、まあやっぱちょっと、緊張でね。はい。うん、もう本当部分のこう、なんか部分部分の 3×3 ぐらいしか見えない、ね。そう、ここだけしか見えてないような。そういう将棋でしたね。本当3手の読みもできてないみたいなね。そうなんですよ。緊張して、まあこんな将棋にもなっちゃうんだなっていうところで、はい、ということで私の初陣はこんな感じでボロボロになってしまいました。はい、ということでですね、大丈夫ですか、ちょっとボロ負け。笑っちゃうよね。いやもうひどい、いやもう本当放送事故みたいな内容になっちゃって、いやもうちょっと情けない感じなんですけど、いやもう控え室で切れてましたよ、私は。いやなんかもう帰った時の感じがもう凍りついていて、いやちょっと笑ってくださってるんですけど、なんかどうしようみたいな、目合わせられないなっていう、そういう感じでしたね。いやまあそこまで深刻ではなかったんだよ、別に。まあ1対1だしね。まあこんなもんか。まあまあまあ、そういうこともあるでしょうね。いやでもこれでもう真っ青ですね。まあでももうなんか途中ぐらいから、もうこれ田部さん頭真っ白なんだろうなみたいな差し回しだったから、あもうこれ負けるよみたいな感じで見てたから、こっちは手の感じとかね、うん、手の感じで力の使い方がね、そうそうそう、あまあ負けるねこれは。あっさりね、そういう感じだったよ途中から。でもその後の話し合いとかもされてたんですか。もちろんしてます、それは。なるほどね。もう途中から負ける話になってて、もうじゃあ次フォーレンで。申し訳ない。はい、というわけで、新鮮ですからね、はい、まあ1対1になったんで、はい、で、3回戦は私が行くとなりまして、相手はね、これ普通に行ったら、うん、普通に行ったらもう一人こうね、村山なんだけど、はい、連投で来ましたね。そうですね、ちょっと意表の、まあ、いい内容で相手としたら勝ったから、まあ、その勢いそのままにっていうことなんでしょうね、うんうん、ちなみに私のチームは連投は NG なんですよ。あ、そうなんですか。いや、一回もやってないって。あ、やってないのか。いや、NG っていうか、うん、なんとなく去年から一回もそういう流れにはなんなかったので、ね。あー、なんでですか、それ。いや、なんかやっぱ一回休憩した方がいいでしょって感じでみんな意見が一致して。まあ、なんかだからあんま、去年はね、その、意思犬だったけど、そんなイケイケな性格な人がいなかったから、まあ、まあ休憩でいいんじゃないみたいな。え、なんかさ、今度の、いや、俺もう一回行きたいっすみたいな。ない。ない。だいたいそれやってる人ってちょっとイケイケな構成感の人じゃん。あ、わかりますわかります。もう一回行ってきますみたいな。勝ったから。男らしくみたいな、ね。そうそうそう。だそういう感じじゃないんで。だからまあ、戸部さんが勝ちだったらまあ連投もあるかなと思って。あ、なるほどね。乗ってくるタイプですからね。そう。近藤、渡辺、あんま連投はね、そういう感じじゃないんですよ、冷静に。うん、クールですもんね。まあ、一曲休みましょうみたいな。こう。なるほどですね。うん。まあ、いつか連投するかもしんないけど、はい、まあ、今んところそういうのやってないということで。で、そうね、だから隣さん勝った勢いで連投してきたんですけど。ちょっと意表疲れて。まあそうですね、はい。まあでもこれね、連投してくれるとね、次がまあほぼこれ村山になるじゃん。あ、そうですよね。うん、まあ、だからね、本当は村山がここに来られた方が嫌なんですよ。だって3分の1じゃん、そうするとここが。ああ、そうですね。読めないですね。そう、だってここで村山が出てこないってことはほぼないでしょ。こういう順番できちゃうから。確かに。確かに、ここで斎藤ってきたら、あれ、村山さんどうしたみたいになりますもんね。そう。なるほど。それちょっとね、読みやすくなる意味はあるんですよね。だから、なんかあんまり連投はしないっていうのはあるんですよ。その、ちょっとバレるから。確かに、あの、トランプの手札じゃないですけど、いろんな可能性残しといた方が嫌ですもんね。そうそうそう。なるべくこう、残り札を握りたい。まあ、ただそれは逆に読まれやすくなるから一応一旦なんだけどね。だから連投はどっかで効果的に
行って2連勝できると大きいんだけどね。なるほどね。うん、ちょっとそのカードが火をつくタイミングで残した。そう、それは駆け引きで、うん、あの中村太一くんの3連勝みたいなね、うん、ありましたね。ああいうことができればいいんだけど、なかなかその辺もねタイミングだからね、うん、まあ、その時の状況と、そうそうそう、はい、というわけでじゃあ、3回戦の、はい、渡辺隣戦をじゃあ解説お願いします。はい、この将棋は先手が隣七段、はい、後手が渡辺名人ですね。はい、はい、まあ、隣さん居飛車だったんですね。何でもさせますけど、ね、はい、結構まあ振り飛車が割と寄ってるかなって気もしたんですけど、うそういうイメージですけども、はい、振り飛車でしたね、はい、でまあ先手はこれ菊水矢倉っていう構えなのかな。これ私実は子供の頃にちょっとやったそうでしたね。いや時期もありました、はあ、深いんですよ。あ、囲いがね、囲いがね深くて、まあ、なんか矢倉に比べるとこの左手が使えたりとか、 あとまあちょっと距離感が遠いので、うん、まあなんかやっぱ王様安全、いやでもなんか飛車が渡せないんですよね。まあこの銀がね、ミレニアムとかでよくこう行けばいいんですけどね、はい、うん、まあ相居飛車の将棋だとなかなかそこまではいかないからバランス悪くなっちゃいますもんね。ということで、でここから7五歩と仕掛けていきまして、はいはい、まあこれ急所ですね、系統だから。で同歩同角、はい、で、2四歩、はい、同歩、動きが出ましたね。でここで2五歩と積極的ですね。はい、積極的ですね。まあ、これ狙いは同歩に同飛車と取って十字飛車、はい、まあ、角と、まあ、2筋方面の十字飛車ですね。で9三角と逃げて、はい、まあ、こっちはあのこれ1手ほっとけるんですよね、後手から。なるほど、だからこことかだったらやばいけど、ここに王様がいるからってことですね。1手はほっとけるんですよね。例えば、まあ、本譜なんですけど、こう打ったら受ければいいので、はい、でこれは2二歩と。ただここ詰めるのが大きいと見てるわけです、ね、はあ、これが2二歩と打つの形で、はい、これ2二玉と上がってしまうと、ええ、これちょっと後でなんか銀とか、ね、はい、あ、打たれた時にきついんで、まあこういうのは歩で受ける方が硬いですね。上がっちゃうと解消できないですもんね。そうなんですよ、こうやっちゃうともう自分からここ解消できないから、傷がね打っても取られちゃいますもんね。そうそうそう、はあ、また取ってこうなっちゃってね、はい、でまたなんか受けなきゃいけないはい、はい、まあ、こういうのはもう最初から歩を打っちゃう方が分かりやすいですね。でまあ瞬間的にちょっと壁なんですけど、はい、まあ、こう桂馬が跳ねれば一応ここに、まあ、ここにこういうスペースがあるんで、はい、まあこれは壁であって壁じゃないというか、うん、こういうのは壁かな。あ、なるほど、こっちに行くプランがないから、プランがないから、そのこれはもう一手で解消できるから、はい、実際どうですか、この辺りは対局中はどのように感じてましたか。ここはなんかでもまあだいぶうまくいったなとは思ってましたけどね。まあというのもこの後ちょっと後手に厳しい手があって、後手からね、はい、はい、まあ、例えば先手が何もしないとね、まあまあ本譜なんですけど、はい、まあ、本譜4五歩とまあぶつけてきたんですけど、まあ、自然に見えますけどね、はい、はい、でこう7六歩と桂頭を打ちまして、普通はあんまりない手ですけどね、はい、これまあもう桂取りだから取るしかないんですけど、はい、で、3三桂と跳ねて、あ、これか、はい、この桂跳ねがあるんですね。で、これが飛車取りなんですけど、はい、まあ飛車大事だから逃げるしかないです、ね、2九飛車と逃げた時に、はい、もう一歩あるんで、あら、はい、7五歩と、あら、なんか綺麗に金が捕まってます ね、 すね、これ銀じゃないからね。あー、そうか、はい、銀だったらまあ下がれるんですけど、はあ、金は斜めに誘えっていうね、言いますね、ありますね。だからこう金を斜めに誘って、はい、もう逃げれないから、うんうん、これあれですか、ひょっとして飛車がここにいたからこう取って取ってできるっていう風に考えたんですかね。いや多分そういうわけじゃ、そういうっかりではないと思うんだけど、まあ、なんか誤算があったんでしょうね。あ、だですよね、多分3三桂うっかりしたとかそういうわけじゃないんだろうけど、うん、なんか例えば歩の枚数でちょっとこの手筋をちょっとその場だけ見落としちゃったとか、なんかそんな感じなんでしょうね、うん。いや、 やっぱ飛車怖いっすね。だってこんな金の死に方取られ方なかなかないっすもんね。まあ、ない。これプロ同士ではまずないです、ね、これは、はい、で、まあ、まあ実質もここで終わりなんですけど、はい、本当はこの将棋は、はい、だけど、なんか何年やかんや粘られてるうちにちょっと怪しくなってちょっと最後なんかあれって一瞬ね、思いました。あやがね、勝負のあやがありましたけどね、ここで近藤誠也に先生ヒヤリとしましたら、うん、言われてしまう本当はこれだってもうあと30手くらいで解消しなきゃいけないよ、ね、そうですね。というよりあの気の早い棋士だったらもういや投了でしょ、早い人なら、いやこの局面でもう、うん、あみたいなね、そう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 、感じもね
まあ金がそら金増になりますからね。うん、はい、いやまあなんとか寄れながらも逃げ切ったっていう将棋でしたね、この後は。はい、ということで勝ち渡辺さんが勝たれた将棋でしたね。はい、ありがとうございました。はい、ということで3回戦は、渡辺さんが勝ちとなりました、はい、いやー良かったですね。なんかちょっとヒヤッとする場面もあった最後ねと思いましたけどね。いやいや、まあヒヤッとしましたです、ね、ヒヤッとしましたか。でヒヤッとしたんだけど、はい、そうすると大体近藤誠也が、はい、先生ヒヤッとしましたよみたいな一言が来るんですよ。ボソッとね。そうなんかねちょっと生意気なんだ。初期の内容に対してねピッとピッと切り込んでくるんですよね。ヒヤッとしましたよみたいな、去年もそれ言われたんだよ。あ、いやー先生ちょっとヒヤッとしましたよ。そう、まあ、確かにヒヤッとさせてる内容ではあるんだよね。こうもっとサクッと勝ってくれって意味なんだけどね。そう、まあでも残してますね。まあそうそうそう冷静なんですよね。まあ残してましたけど、まあ、いやーでもまあ残してましたかね。いやー危なかったですね。まあなんとか勝って、はい、2対1になりまして、そうですね。で次4回戦もまた戸部さん、はい、また先手番でね、はい、まあ作戦通りですね、もうこれは、はい、で相手は、まあ、ここはもう村山七段しかほぼない、はいはい、いやもうなんか先手番を連続でねやっぱり いただけたっていうことと、見てくださいこの流れ、ちい感じでいってて、ね、私は負けてるんですよ。もうこう背水の陣ですよね。まあ背水の陣だね、これは。これ負けたらさすがにもうなんでしょうね、これ負けたらね、はい、あのこの後もし負けてた場合ですけど、あ、はいはい、仮の話していい、ええ、仮、はい、仮にじゃあここもし負けてた場合なんですけど、はい、そしたら残り渡辺近藤、渡辺近藤の予定でした。すごいすごい、いや、まあ、そうですよね、もう首で、いやそうですよね、ちょっと休んでろ、もうしょうがないから渡辺近藤、渡辺近藤で5勝3敗目指すっていうプラン、はい、2軍落ちですよね、まあ、しょうがない、それはだってもう先手番2回でさ、そうですよね、うん、まあしょうがないでしょ、まあでもね、あの競馬じゃないんだけど、こう1回やるとね、はい、2回目って大体ちょっと内容良くなるんでね、うん、競馬とかもそうなんですけど、まあだからやっぱ1回やってるからちょっと違うかなとは思いましたけどね。なるほどですね、うん、まあ大激戦となりましたけど、じゃあその将棋を見ていただきましょうか。はい、はい、ということでですね、先手が下がですね、私ですね、はい、で後手が、上が村山七段ということで、はい、はい、もう終盤の入り口なんですけれども、そうですね、もうだいぶ時間もないでしょう、この辺りね。そうですね、はい、で私もかなりリードを奪ったなという見ましたと、はい、今6-4とついて5-2と受けたわけですね、はい、頑張った局面ですね、はい、いやもうなんかちょっとここはさすがに、うん、あこれは勝ったなっていう気持ちが、うん、まあ思うでしょう、芽生えてきまして、はい、まあ飛車2枚持ってますからね。そうなんですよ、はい、で攻めるか受けるかでね、うん、ちょっと実戦は6三歩成で行ったんですけど、はい、変でしたか。まあここはこの成り気を取っといた方がよかったね。あ、これね、うん、あ落ちてますもんね、うん、だってこれしか相手の攻め駒ないんだもん、はい、これ取っちゃえば相手の攻め駒ないから、まあ香車取るぐらいだと思うんですけど、でこっちも香車取っといて、まあ穴熊が寄らないですよね。確かになんか飛車1枚分ぐらいね、うん、そうなんですよ、いいですもんね、で攻めてきたら受ければいいから、うん、いやなんかそうなんですよ、こう駒が戻るっていうかね、うん、ちょっとやっぱり瞬間的に刺しづらくなってしまって、で実際歩がなって攻めてったんですけど、はい、すまあ同銀同角成り、これでも良さそうですね。で6二歩と受けて、まあこれもね良さそうなんですけど、はい、銀を取ってで5七金と食いついてきて、これなんかあれですよね、村山さんが好きな展開というか、うん、こう食らいついてきますけどね、はい、これは結構ね、フィッシャーでこれ食いつかれるとね、あ相手は指し手が楽なんですよね。なるほど、まあ、だってもうこれ寄ってくるしかないんだもん。そうですね、で飛車取りだからまあ逃げるんですけど、でこう成り桂、取れたはずの成り桂があ活躍来ちゃってますからね、はあ、で飛車はなったんですね、飛車成りでこう寄って単純攻めだからこれ、はい、来ました、はい、で銀打ったんですね、銀打ったんですね、はい、で桂馬を打ちました。これも食いつかれたでしょ。いや確かにこれはやばいですね、うん、あなんかでもこの辺でいい手があったんじゃないですか。ここですよ、ここでね、はい、こう取って、はい、同金で7五馬と寄れば、そうだ先生からすぐこれもう終局一番に俺言ったんだけど、はい、もうこれやれば終わりだったんですよね。そうか、これで金が逃げたらこう取れますしね、そうでこの金を助ける手がないんですよ。ちょっとねで例えば3九銀と打ったら、はい、同銀と取って、はい、うわ取り方がない、はい、取り方がないんですよ。こう取ったらこう取るとこっちが取れちゃう、あだからこれ根こそぎってやつで、確かにだからもう歓迎だったんですよ、ね、だからここまで読めていくなら強かったんですよね。そうだからここで
まあそうね、でもここでちょっと並ぶものが見えないっていうのはやっぱりちょっと余裕がないよね。そうね、これそんな難しいんじゃないでしょ、これ取って寄るってだって、うん、実戦は実戦はね、私は実戦はこう取ってますね、はい、47マジック銀同じく金で、もうこれは完全食いつかれた。で、まあ寄りました。なんか似てますけど、ね、だいぶ違いますね。これちょっと手順似てるけどだいぶ違いますね。で、取られて。完全食いつかれましたよ、はい。取って、で、3八銀。3八銀と。まあ、よくて千日手ぐらいになっちゃったかな。そうですね。先手から見ると。で、こう取ったのか慌てて。もう攻め合いですね。2枚竜で。はい。切ろうということですね。うん、で、2五桂と。これは攻防ですよね。はい。あ、そう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 なんですよね。これ、あの、桂馬ここに飛び込んでくる手も見せてるし、いやここはもう負けだと思いましたよ。で、なぜかここから急に粘り始めるんですね、はい、3八銀と取りまして、で、3九銀、はい、で、また食いついてきたんだよね、はいはい、これ千日手模様だけど、千日手にはなんないのね。あ、でも取って打ってた、あ、でもここ来るのか、ちょっと先手が損する千日手だ。そうなんですよ、いや、はい、ここ飛び込まれちゃうんで、あんまり両替してるとね、実戦もこうやったんですけど、はい、で、銀が来て、で、まあ、3九金で打ったんですよ。で、こう打たれたんですけど、うん、これでもしこう取って、もう一回両替すると千日手を目指すと、はい、この3九金の時に3七桂成という手があるんですよね。なるほど。これでここの地点が受からないし、はい、取ると金になってるんで、はい、打たれちゃうということで罪なんですね、はい、というわけでもう両替はできないと、これ以上。そうなんですよ。で、3九金と打ってこう、はい、で、4七銀と打たれた時にもうこれで1か8かですね、はい、4五桂と攻め合いました。攻め合いね、はい、慌ててもう勝負と。で、3七桂成と乗ってきました。はい、ここら辺だからもう負けてますよね。桂成じゃなくて、ね、あれ角出ですか。角出、どっかで角出られたら負けだったんだよね、はい、基本的に。でも角出てこれが詰めろになったんですよね、銀1からの。と、角出て銀1枚じゃ後手詰まないから、あのこれ途中できるんですけど、はい、同銀成で、これ銀打っても下がられて、そうですね、桂香じゃ詰まないんで、なんかひどい形ですね、これ一手足りないで必死だからね、はい、こっちはだから、これまあほぼ負けでしたよね。負けですね、はい、いや負けになってるかな。実戦どうだったんだ。実戦は3七桂成となりました。だから多分取って打つ手が詰めろじゃないから、だからこうなってきたんですよね、はいはいはい、取ってこう取って同馬で、そうなんですよ。これで3八金とか銀がどっちを打ってもそうなんですよ、一瞬詰めろじゃないと、はい、となると先手がスピードが強い。そうですね、はいはいはい、というまあでもこの辺もお互い残り10秒ぐらいしかないもんね。そうですよ、これだからもう勘というか本当にお互いもう自分の直感を信じて、はい、3七桂成同桂同桂で同成銀と、はい、これそう、これ詰めろなんで。そうですよ、この後に見えてますよね、次銀からばらして、次銀でばらして角で詰みだから、うん、で、いや、よくさせましたね。2九香と打ったんですよ、はい、頑張ったんです。そうだ、2九香と打って、はい、でもここしか見てないんですよ。これ角ではまだ今は詰めろじゃないんで、角では、ね、そうですね、際どく詰めろにならないんじゃないかという期待で、はい、で、村山さんもギリギリまで生まれて1号桂と。これは次はこれは次は、あ、そう、跳ねて跳ねてで、銀バラから行くんですか。はい、銀でここでまあバラして、はい、バラバラにして角が出れば詰みと。そうですね、で、金、まあ、金からか、金からで下がって角で詰みと、ね、はい、そうなんですよ、はい、で、このじゃあ1号桂は詰めろ、詰めろですね。で、金が3桂で銀ですね、銀が後手、はい、で、だからこの詰めろに気づいて私もやばいやばいって引いたんですよね、うんうん、まあ、これは盤上この一手でしょ、はい、あの、世の角を消してね、はい、え、ここはもう勝ちなんじゃないの。いや、これね、わかんないんですけど、こうとか迫られたらまだ負け、あ、まだ負けなんですね。可能性はありません。あ、冷静に、なんかこれで必死詰めろ、うん、一瞬の可能性ありますよね。必死か。そう、なっさり金同成系で、なっさり言わないでください。これ、なんか受かりそうだけど、ね、いや受かりそうなんですけどね、本来。まあ、こう打ったら2七桂ならずで、あ、そう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 なんですよ。こう打っても、まあ、まあ、こうとか、はい、まあ、詰んでるけどね。あ、そうか、え、でもこれで結構で、銀で詰みだよね。そうだ、はい、やばかったんじゃないですか。石でしたね、うん、ただちょっと感触的にやりにくい、やりにくいね、意味はあるかなと。まあ、そうね。で、実戦はですね、まあこれ多分村山さんの棋風だと思うんですけど、一回こう手を入れたんですよね、はい、自陣にね。
まあもう5秒ぐらいでしたもんね。そうですね。で駒もらったら寄せを狙おうという、うん、まあこれはね、もう秒に追われたんですよね。寄せがちょっと見えなくなってね、うん、うん、と思いますね。ですかさず3三歩と一本打ちまして、はい、2二玉にもう多分すごい手つきだったと思うので、もう一竜ととりあえずもう切れるものは切っとこうと、はい、やっぱこれ竜2枚残って負けたらひどいですからね。確かに切って取ってで4七歩、はい、これ切る順番大事なんだよね。大事ですね。先にこっち切っちゃうと、はい、先にこっち切ると隣銀で、でこっち切ったらこれですね、はい、大手で、はい、これ合駒はこれがこうきて詰み、はい、はい、じゃあもう3七角の時点で、はい、まあ詰みですね。こうやってもあ、そうですね、ならずで飛んでくると、はい、取られちゃう、この桂馬が跳ねてくるんで、はい、だこれ切る順番が大事と。大事だったですね。いや、この瞬間だけはなんか気づいて、なるほど、先にこっちから切ったらひどいんだ。じゃあそう決まりだって、うわーってなるとこですよね。で実戦はこっちから切って、はい、現状詰まないから、はい、でこれ取るしかなくて、はい、でこっちを切るのか。そうですね。でこう、でも正直2分の1を引き当てたぐらいのそういう感じですね、うん、これ切らないとね、こっちが詰むわけでしょ。あ、そうですね。今度は切らないと飛車持ってるから桂ならずから突っ込んでバラして詰みなので、これ切っとけば馬がいるからもう全然詰まないですよね、はい、こう来ても同香で一瞬安全なんですよね、はい、手がかりがないから、はい、でまあ取るしかない、取りますね。で、持ち駒金銀桂となって、はい、これで結構王様は普通広いんですけど、広いですよね普通は。角が邪魔していて、うん、この瞬間だけ金打って狭いということで、うん、銀と桂しかないですけどね、はい、逃げると寄ったらこう打って、そうなんですよ、並べ積みなんですよね、並べ積みの角がこう全部詰まってるから、はい、で取るしかない、取るしかないけども、実戦は垂らして同歩成同玉で、まあ歩が利くのが大きいです ね、 そうですね、何発でも。いや、この辺りは本当に、なんていうんですか、勝ち将棋、鬼のごとしでしたっけ、本当になんかこう、作ったように、なんか何回やっても一緒だもんね。そうですね、はい、銀から桂で作ったように勝ちに行って、で、実戦は3三歩に同角でしたっけ、はい、で同角、同桂成、同玉、すいません、最後までやっていただいて、で、2五桂、まあこの後はもう並べ積みです。そうですね、並べ積みですね、角、金、銀、桂、歩と思ってますので、はい、実際三三角ぐらいまで来ましたからね、はい、この辺で投了ですかね、はい、そうですね、まあ、あとはそんな難しくないですね、こうやって、はい、並べていけばいいので、はい、こういう感じで、まあ桂でも銀でも並べていけばいいということですね。穴熊らしい勝負で、はい、うん、いやー、ほんと終盤そうか、今見たらこれお互い勝ちありましたね、銀か、結構平凡ですね。平凡ですね。でもやっぱちょっと盤上の駒使うだけだと寄せとしてね、細い感じがあるから見えなかったんですよね、出なかったんだと思うんですけど、まあ一瞬のチャンスをなんとか、そうでしたね。いやいやいや、この一勝大きかったですよ。いや、生き返った感じでした、うん、2点3点はい、いや、ここのだから成桂をこうね、そうか、これですよね、うん、取っとけばよかったのに。だってこれがこう来て、うん、こう来て、こう本当ですよね。いや、だからもう控え室でももう何やってんだみたいな、この成桂にこんなとこまで来られて、絶叫ですね、確かに確かに、取れるのやつに、だって逆に取られちゃってるもんね。そうそう、逆に全部こう食いつかれちゃってるんだね、取っとけば、何もなかったのに。いやちょっと、はい、もうちょっとこのあたりでね、うまくならないといけない。まあでも結果的に勝ったから、良かったですよ、この将棋は。なんとか勝ち切ることができました。はい、大熱戦でしたね、はい。はい、ということで、前編の解説はここまでとなります。後半戦もね、面白い将棋がたくさんありますので、はい、ぜひお楽しみにしていてください。はい。